え、6月26日にエボオンラインでスト5の大会があるんだって、参加したいよ。早速参加登録。ええ。今回参加するのはエボオンラインウォームアップって言って、毎年8月に開催される大きな大会のオープン予選だよ。例えばよさこい前夜祭みたいな感じかな。ルールは2ラウンド、選手の試合を2本取ったら勝ちで、勝ち上がったら大会2日目に進めるよ。それじゃあなんとなくやってくよ。Round 1 Fight! Hadouken! 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 Toyo! Hadouken! Toyoken! 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 Hadouken! Hadouken!よし。Round 2 Fight! ハハドーケン! ゾーヤ! ゾーリケン! ゾーリューケン! ゾーリケン! ハセン! ゾーリケン! 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 シャー! ゾーア!セヤ!You win! Round 1 Fight! Say ya! Tanya! Kudai! Gah! Shippu! Tanya! Hadouken! Kudai!よし。 Round 2 Fight! ハドウケン!くらえ!タリア!ヤーリューケン!ハマダク!ハドウケン!エア!タリア!セア!セア!セア!ハドウケン!エア!トリア!ハァ!トリア!波動拳エア波動拳エア昇竜拳まだまだ波動拳の体ああ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  You win!この道を進むのみ。ラウンド1ファイト。波動拳波動拳キャーッダイヤTanya, Tanya, 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 Tanya,
Round 2. Fight! 波動拳! 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 Round 1. Fight! Final round. Round 1. Fight!
Final round. Fight. Round 1. Fight! Hadouken! Hadouken! Uyeseya! Nun! Jin! Hatsuki! Nukuri! Oya! Nukuri! Nun! Nukuri! Uyeseya! Hadouken! Hadouken! Oya! Round 2. Fight! Seiya! Final round. Fight. Kudaki. Hadouken. 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 Tatsugi. Round 1. Fight! Hadouken! 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 Shioya! Tatsugi! Shioya! Hadouken!
波動拳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 波動
Round 1. Fight! Hadouken! 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 Oh yeah! Hadouken! Hadouken! Taya!
波動拳、スライム、タリア、発射、シップ、フッ。
Final round. Fight! Hadouken! Soryuken! Hadouken! Fight!
今回は、トーナメントのシステムが今までにない感じで、大会開始直前じゃないとトナメ票が出なかったから、ちょっと不安だったよ。ディスコードで主催者さんとやり取りもできなかったし、対戦相手とも意思疎通ができなかったから大丈夫かなって思うことがいろいろあったよ。で、ちょっとこれ聞いてほしいんだけど、新庄くん、最初の対戦相手の人と対戦始めたかった時に、相手の人スト5を起動してなくて、どうなってるのかなと思って、相手の人の状態を見たんだけど、その人なんと、BB タッグやってたの。めっちゃ笑たよ。多分海外の人だと思うんだけど、試合直前まで別ゲーしてるの。超フリーダムだったよ。その後すぐにちゃんとその人スト5を起動して、新庄くんのところに招待送ってくれたからよかったよ。そうそう、新庄くん普段大会は PC で出てるんだけど、今回は PS4 限定の大会だったから、PC と反応のタイミングがちょっと違ってて、いつものプレイができなかったよ。言い訳勢でごめんね、ね。特に、ブランカ戦は本当に反省したよ。前捨ても止められなかったし、グラップもできなかったし、でも、最後の接戦はハードのせいでもなんでもなくて、本当に新庄くんの勉強不足だよ。全然わからなかったから、接戦に自信ある、一コメントでアドバイスください。キチパさんはさすがにうまかったよ。竜の中足に小足ダブラリで差し返しを何回もされたよ。波動拳は玉抜けをきっちりされててきつかったよ。新庄くん、置き攻めを V シフトで回避しようとしてたけど、一回それ見せたら次からは新庄くんの起き上がり V シフトを大 P で割ってきてて、一度見たこっちの行動にちゃんと対応してくるのがさすがプロだと思ったよ。そんな感じで、反省の多い大会だったよ。新庄くん、もっと須崎の美味しいもの食べて、なんとなく練習頑張るよ。今日はとりあえずカンパチ食べて寝るよ。新庄くん、カワウソなのに頑張ってるなって思ってくれた人、ぜひ、チャンネル登録と動画にグッドボタンお願いします。須崎市にふるさと納税もよろしくね。新庄くんでした。